最初にお知らせを1点させてください。あと4日後の6月16日水曜日19時に新プロジェクトを LINE 限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるという場合はこの機会に説明欄より LINE をフォローしておいてください。よろしくお願いいたします。白坂慎太郎です。このチャンネルは社会の付加価値を最大化し続けることで子どもたちに明るい未来を渡すために経営者の方へ事業戦略の知識を企業分析を通じて共有している番組です。はい、今回のテーマです。今回は東急ですね。成長戦略はということで考えていきたいと思います。はい、結論は東急経済圏の構築ということで、東急経済圏っていうのを作っていくことができれば、利益率を上げて今後さらに大きく成長していくことができるというふうに考えています。はい、では囲碁学びを深めていきます。まず東急とはどのような企業なのかということで、はい、東急ですね。東急グループ中核、輸送人員は民鉄最大、本拠地渋谷、南町田などの、沿線各地で開発案件多数ということです。はい、でまず大きく4つの事業をやってる企業ということですよね。一番真ん中の丸が、東急、ということです。今回の、一番、グループの中心会社東急株式会社ですね。主に、交通事業、不動産販売事業、不動産賃貸事業、その他事業というふうになっています。でその周りに4つですね、子会社とか関連会社というのが、あって、4つの事業っていうのをやってますということで、上から時計回りでいくと、上は、交通事業ということで、25社ですね。はい、で主な会社としては、東急電鉄とかですね、っていうのが、主な会社ということです。はい、そして右側の方に行って生活サービス事業ということで、これが、グループの中で、子会社関連会社で、60社ということで、主な会社としては東急百貨店とか、あとは東急ストアですね、それから、クレジットカード業で東急カード、っていう会社が、やっていると、クレジットカードが、企業などを、クレジットカード事業などをやっているということですよね。あとは広告業で東急エージェンシーとか、映像事業で、東急レクリエーションなどを、やっているということです。はい、そして一番下の方に行くと、ホテルリゾート事業ということで、ここが43社ということで、主な会社としては、ホテル業東急ホテルズですね。あとはゴルフ業ということで、ゴルフのリゾート、開発をやっているということです。で最後左側の方に行くと不動産事業ということで44社ですね。はい、主な会社として不動産販売業ということで、東急不動産株式会社、とかですね。でこっちの方はどっちかというと建物とか賃貸っていうのを扱っているということです。で今回の会社っていうのは、ある意味一番の親会社みたいな存在ですね。これが、今回やってる東急ということになります。はい、でフロートストックっていうので、今4つの事業ということを、ご紹介したんですけれども、それを2つ2つに分けるならばフロートストックというふうに、分けることができると思います。フローっていうのは、日々、お金がこう動き続けるお金ですよね。だから例えば、現金商売とか日銭、を稼ぐというのが、フローというものです。決算書で言えば損益計算書に反映されるものがフローということです。それに対してストックっていうのは、どっちかって言ったら月に1回とか1年に1回とか、っていう形でお金収益が生まれて、決算書で言えば、貸借対照表に、計上されていくお金ですよね。これが、ストックというものです。例えば資産っていう形でどんどん資産計上されていくっていうのが、ストックということになります。フローっていうのは、日々ですね、例えば何か商品が売れました、サービスが売れました、だからお客様からお金を受け取りましたっていうことで、毎日毎日、どっちかって言ったらこう流れていくお金っていうことですよね。現金商売、日銭商売っていうのがフローです。決算書で言えば損益計算書で、ストックっていうのはそうじゃなくて月1回とか1年に1回とかっていう形で、お金が生まれていく、どっちかって言ったらこう貸借対照表の資産計上されていくようなものっていうのがストックという考え方です。そうすると、4つの事業っていうのを、フローとストックっていう2つに分類していくと、鉄道っていうのは、毎日ですね、鉄道利用者による、運賃っていうのが入ってきますと。で生活サービスっていうのは、例えば東急百貨店とか東急ストアとか、あとクレジットカードとか、そういった、ものですよね。そういった生活サービスっていうのも日々、お金っていう形ではこう、動き続ける、こう循環する、
事業ということです。それに対して今度は、そうね、動きのあるお金っていうのを、もっと将来に、の成長に対して、持続的な成長に対して再投資していくっていった時に、ストック、事業に、投資しているということで、不動産ですよね。今回で言うならば、都市開発とか、っていうのに、投資していったり、またはホテルとか、もしくはそのゴルフ場などの、リゾート開発とか、っていうのにこう投資して、月1回とか1年に1回っていう形で安定した収益をもたらすということで、4つの事業を、22っていう形でやってるというふうに見ることもできます。はい。で、ざっくり言うと、生活サービスで稼いで不動産で増やすという、そういうビジネスモデルということですよね。左側の方が売上、右側の方が利益ですけれども、売上で一番大きいのは生活サービスということで、東急百貨店とか東急ストアとか、あとは、クレジットカードを使ってのお買い物、などですね。そういった生活サービスっていうのが、売上で言えば 57.7% ということです。それに対して利益に関しては、不動産が、実際は、687億円のうちの 42.7% は不動産で、実際は利益を出してますと。あとは、交通ですよね。東急電鉄、の、交通っていうのが、利益の 39.8% を出しているということで、ざっくり言うならば生活で、実際こう、現金商売というか非銭的なものを稼いで、そして、それを投資した、不動産で、しっかりと利益を出しているというのが、この東急という、企業の、ビジネスモデルということが言えると思います。はい。では東急の経営課題はということなんですけれども、それはもうズバリ、利益率の向上ということで、今、端的に言うと、利益率が非常に低い、企業にとどまってしまっているということですよね。だから利益率を上げていく必要があるということで、例えば東急と一番、直近、一番競合らしい競合っていうか、最も、競合というのはやっぱり小田急だと思うんですよね。やっぱり同じこう民間鉄道、民鉄同士っていうことで、東急は渋谷を中心としていて、小田急は新宿を中心としていますということで、営業利益率は東急が 7.1、小田急が 9.9 ですね。純利益、最終利益は東急が5、小田急は 6.2 ということです。はい。なので、まず東急は一番ね、もう分かりやすい競合である小田急に比べて、まず利益率が低いということですよね。で、今度はもう少し広げて JR 東と比べてみるということですよね。JR 東も結局、鉄道で稼いで不動産、開発で、収益を安定させようとしているというのでは、ビジネスモデルがかなり似ている企業ですけれども、東急と JR 東を比べたときに、東急は営業利益が 7.1、JR 東は 16.2 です。これは両方ともコロナの前ですね。コロナの影響を除外しています。なので、わざと古い2019年3月で比べてるんですけれども、コロナの影響が出る前で比べたときに、東急は営業利益率が 7.1、JR 東は 16.2 ですね。で、最終利益、当期純利益は東急が 5%、JR 東は 9.8% ということで、やっぱり JR 東に比べても利益率が低いということです。はい。で、最後ですね、今度は不動産開発ということで、東急は一番大きな利益っていうのを不動産で出してるんですけれども、そう考えた時に、不動産のですね、最大手でもあり、である三井不動産ディベロッパーとちょっと比べてみた時に、東急は営業利益率が 7.1 ですね。それに対して三井不動産は 14.7 ですね。で、当期純利益は東急が5で、三井不動産は 9.7 ということで、なので、民鉄同士の、小田急と比べても、それから鉄道の JR 東と比べても、そして、不動産開発の、三井不動産と比べても、東急は、利益率が低いということが言えます。だから、経営課題としてはやっぱり利益率を上げていく必要があるということが言えるということですよね。じゃあなぜ利益率が低いのかっていうことなんですけど、それはもうたくさんの事業をやってるのに相乗効果が生まれてないからということですよね。だからたくさんやってるわけです。鉄道もやってますと、生活サービスもやっ
ってますと、ね、それからホテルリゾート開発もやってますと、そして、ね、不動産ですよね、不動産の都市開発から、それから不動産の賃貸ですよね、仲介賃貸もやってますみたいな感じでたくさん事業やってるんです。たくさん事業やってるのに、まあ、その、たくさんの事業の間で相乗効果1たす1が3以上になってないっていうことですよね、まあ、だから利益率が低いということです。はい、でたくさんの事業をやって、まあ、相乗効果をもし作ることができた、まあ、これは実際は偶然作るものじゃなくて、ゴールから逆算して戦略的に意図的に相乗効果っていうのは作っていく必要があるわけですけれども、まあ、相乗効果をもし作るっていうことができたならば、実は高い利益率になるわけですね。まあ、すなわち、例えば事業を1個やってたのを2個にしました。そしたら2個やったことによって増えた利益の増加分が、増えた経費の増加分を上回ったと、それなれば当然 利益率は高くなるということですよね。今まで1つの事業をやってました、それを事業を1つ増やして2つにしました、そしたら、まあね、2つやったことによって利益がこれだけ増えました、その増えた利益の増加分っていうのは経費の増加分を上回ってますということであれば高い利益率になるわけです。こういう場合はたくさんの事業をやってるっていうのは、まあ、プラスになるということですよね。なんですけど、まあ、相乗効果を作ることができなかった、たくさんの事業をやってるにもかかわらず相乗効果を作れなかったってことになると、まあ、利益率が低下しますということですよね。今度は、まあ、例えば一つの事業をやってたのが二つの事業になりました。で利益も増えたんだけど、増えた利益よりもさらに増えた経費の増えた増加分の方が多かったですということになると、まあ、こういう状態に入ると、まあ、利益率がどんどん低下していくということですよね。これは単に経営資源が分散しただけですよねとね。だからまあ東急の人物お金時間情報っていうのがたくさんの事業に分散してしまっただけということになるということです。だから利益率が低いっていうのはたくさんの事業をやって相乗効果を作れてないっていうことなんですよね。だから、売上増えました、利益も増えました、だけど利益の増加分以上に経費がもっと増えてしまいましたという、状態になっているということです。はい、であれば、まあ、東急の成長戦略っていうのは、まあ、大きく2つを同時でやっていく必要があるということです。一つは、まあ、たくさんの事業をやっていて経営資源が分散してしまってるんで、なので、まあ、選択と集中で事業範囲を絞るということですよね。戦略っていうのは略するという字ですから、まあ、選択肢を絞ると、ね、事業領域を絞ると、ね、いうことですよね。やることを決めることが戦略じゃなくて、やらないことを決めることが戦略ですということですよね。だからどれが効果が高いのかっていうのを選択して、で、まあ、はっきり言って切るべきものは切る、領域を狭めるものは狭めて、そしてその狭めた部分に対して集中するというのが、まあ戦略の基本ですということですよね。はい、そして残った事業を有機的に今度はつなげるということで、相乗効果が生まれてないということは、こう一つ一つの事業が分断していてつながってないということなんですよね。なので、まあ、残った事業を有機的につなげて事業間で相乗効果を作るということをやっていくということですよね。まあ、この2つをやっていくことで利益率は向上していきますし、実際持続的に成長の軌道に乗せていくことができるということです。はい、で、まあ、東急の場合はとにかくまずいろんな地域の再開発っていうのをやってるんですけど、まあ、もっと渋谷に集中させた方が実際は利益率も上がるし、企業は成長していくというふうに考えます。今東急はどういったエリア戦略を取ってるかっていうと、まあ、事業エリアを4つに分けて各エリアの特性や成長可能性に応じて戦略を構築実行してまいりますということで4つに分けてますということですよね。まず渋谷、当社における最重要拠点ということです。そして、多摩、田園調布ですね、でこれが、まあ、各事業の 基盤地域になってますということですよね。はい、そして、3つ目の地域っていうのが、まあ、渋谷、自由が丘、双子、多摩川、それから五反田、目黒、大井町、それから多摩川流域、横浜、新横浜周辺ってだんだんこう広がっていくわけですよね。で最後の4つ目はもう意味不明ですけど、国内、海外、強みが活かせる領域、地域へ展開って、もう こういったのはもう全く戦略じゃないですよね。エリア戦略って略するっていう漢字を使っていながら、最後は沿線外の国内海外に対して展開していくって言ってるわけですから、まあ、つまり戦略ではないですよね。ちょっと日本語が矛盾してますということです。はい、結果、まあ、今までどういうお金の使い方をしてたかっていうと、まあ、渋谷の再開発に1200億ですよね。でそれ以外の沿線開発に800億ですよね。でそれ以外の案件に600億っていうふうに、まあ、お金の使い方っていうのが分散してるんですけど、まあ、はっきり言ってもう渋谷に集中していい
いということですよね。その、多摩田園調布とか、ね、もう五反田目黒大井町、多摩川流域、横浜新横浜駅周辺とかってね、たくさん書いてるんですけど、もうもっともう渋谷に集中していいということです。はっきり言って利益率が低いんで、だからまあ再投資できる金額っていうのも競合他社に比べてそんなにね、潤沢な資源っていうのを持ってるわけじゃないんですよね。売上規模は大きいんですけど利益率が低いんで、だから競合他社に比べてすごく大きな金額を、まあ、都市開発に再投資できるっていう状態ではないので、であればもう持ってる利益っていう余裕資金っていうのをもっと渋谷に集中させた方がいいというふうに考えます。はい、もっと渋谷に集中ということで、クリエイター渋谷、広域渋谷圏構想、強みを生かした街づくりということで、渋谷の強みは魅力ある周辺エリアの存在です。独自の文化を築いたファッションストリートや流行発信の拠点である原宿、高級ブランド店が並ぶ青山、表参道、トップクラスのレストランやカフェが並ぶ恵比寿、広尾、高級住宅地として知られる代官山などっていうふうに書いてあって、渋谷を中心として周りには原宿とか表参道とか青山とか広尾とか、もしくは恵比寿とか代官山、中目黒とかありますと、ね、それが渋谷の強みですって書いてるんですけど、これ違うんですよね。これ違います、明らかに。なんで違うって言えるかっていうと、お客さんの層が全然違うんですよね。渋谷に集まる人が必ずしも原宿とか表参道とかが好きっていうわけじゃないんですよ。まあ、ここに文章書いてありますけど、その街の雰囲気が全然違うんで、ね、やっぱ渋谷って言ったらもうどう見ても若い人たちの街なんですよね。集まってる人たちがやっぱり20代の方とかが、まあ、集まってる街なわけですよ。で、原宿表参道ってなるとちょっと、世代が上がるんですよね。もうちょっとこう高級ブランド店が並んでるんで、ちょっとこう落ち着いたちょっとこう大人の街になってるんですよね。だから原宿表参道に、行ってる人たちが必ずしも渋谷に行くわけでもないし、渋谷に行ってる人たちが必ずしも原宿表参道に行くわけでもないんですよ。だからここはお客さんの層が明らかに違うんで、だからその原宿表参道の人たち が来る可能性があるのが渋谷の強みですじゃないんですよね。渋谷そのものにもう集客力があるっていうことが一番の強みっていうことです。だから渋谷の周りに魅力的な街がいっぱいあるんですじゃなくて、渋谷そのものが魅力的なんで、だから渋谷でダントツ一番を東急は取りに行くっていうのが戦略だっていうことです。だからもっと渋谷に集中させた方がいいということです。だから原宿表参道に集まってるちょっとこう落ち着いた大人の人たちを渋谷に連れてこようってなると、渋谷の雰囲気を変えるしかないわけですよ。でも渋谷には渋谷の良さがあり、原宿表参道には原宿表参道の良さがあるわけなので、もうそこははっきり言って住み分けていいと思うんですよね。それ全部ね、その東急グループでね、まあ集客しないといけないわけじゃないんで、まあ渋谷っていうのはもうその渋谷っていう街そのものに集客力があって、もう20代の若い人たちがいっぱい集まってきてるわけですから、その人たちにいかにこう東急グループの商品サービスっていうのをもっとたくさん買っていただくか利用していただくかということに集中した方がいいということです。はい、なのでもう渋谷駅周辺だけで十分だということです。何もそのね、もっと広域で人を集めようとするんじゃなくて、もっと渋谷駅周辺だけで十分だと。持ってる経営資源、人物、お金っていうのをとにかくこう限られた場所に全集中させていくってことがもう利益率を上げるためには最も大事なことということです。もう渋谷駅っていうのは十分な、まあね、もう市場なんですよね。はい、東京の三大副都心の一角である渋谷に位置するターミナル駅である、JR や私鉄、地下鉄など複数の路線が集積しており、多くの郊外の、通学利用者が千代田区、港区、中央区など都心方面への乗り換えで、その渋谷駅を利用しますと。利用者数は約330万人と新宿駅に次いで世界2位を誇るというふうに書いてあります。ね、要するに330万人が渋谷駅を利用してるわけですよ。もう十分ですよね、はっきり言ってね。330万人ってはっきり言って一つの都道府県の
県の人口ぐらいあるわけですよ。330万人より多い県って言ったらもう指を折って数えるぐらいしかないですよね。ほとんどの都道府県、47都道府県のほとんどの県っていうのは330万人より少ない人しか住んでないわけですよ。でも渋谷駅に関してはもうそのたった一つの駅なのに、ね、330万人が訪れるわけですよ、渋谷駅に対して、ね、世界で2番目に利用者が多い駅なわけです。だったらこの330万人の方々にいかに東急の施設に訪れてもらうか、そして東急の商品を買っていただくか、サービスを利用していただくかっていうことにもう全集中してもう十分だっていうことですよね。もうそれでも利益率は本当に劇的に上がっていくということです。はい、だからもう渋谷駅周辺だけで十分ですということで、まあね、2012年に渋谷ヒカリエを開業させました。そして2015年に渋谷ストリームを着工して18年には竣工開業していますということで、この渋谷駅周辺の再開発の中心になっているのが東急なので、ここに持ってる人物お金っていう経営資源をもう全集中させていくということですよね。まあ、それが最も大事な戦略になるということです。はい、なので渋谷駅から東急への集客率っていうのをもっと上げると、もし広告宣伝をすると、広告宣伝費を投資するっていうんだったら、ここに対して広告宣伝をしていくっていうことが大事だと。渋谷駅に訪れる利用者330万人の人たちにいかにその東急が開発した施設に訪れてもらえるかっていうね、その集客率、回遊率っていうのを上げていくっていうことがすごく大事だということです。はい、なので渋谷駅から例えば渋谷スクランブルスクエアですね、渋谷駅から渋谷ヒカリエ、渋谷駅から渋谷ストリーム、渋谷駅から渋谷フラクスなどで、この4つの建物っていうのは全部東急が開発に携わってるわけですけど、こういったところにどんどん、まあ、もっと今以上に、まあ、訪れてもらうということですよね。まずここを最大化するってことが大事だということです。はい、結果、まあ、渋谷駅から東急百貨店に来ていただくと、結果渋谷駅から東急ストアに来ていただくと、結果渋谷駅から東急ハンズに来ていただくと、結果渋谷駅から東急ホテルを利用していただくっていう形で、ここを集客率を最大化していくということですよね。はい、そして今、東急グループが持ってるにもかかわらず、まあ、宝の持ち腐れになってしまってる、この東急カードっていうので全てをつなげるということですよね。これ東急カード株式会社っていう会社があって、クレジットカードを発行して東急ポイントっていうのを、まあ、付与してるわけですけど、もうこれがね、本当にクレジットカード事業っていう形で、まあ、独立しちゃってるんですよね。これを、まあ、結局渋谷駅に訪れた人たちに東急グループのありとあらゆる、ね、施設っていうのに来ていただいて、お買い物していただいて、サービスを利用していただいて、全部これで、まあ、決済していただいたり、ポイントを貯めていただくっていうことをやると、まあ、急にこの東急カードっていうのがいきなり光り輝くという、ことが起きるわけですね。はい、で、まあ、東急カードの進化ですよね。もうこれって本当に企業として全然力入れてないなっていうのがもうね、なんかこうその出してる資料から、まあ、分かるっていうか、ね、全然東急カードって言葉が出てこないわけですよ。でもこれって実はすごい財産で、やっぱクレジットカードを発行してるっていうのはやっぱすごく大きいんですよね、実際は。だから使い方によっては全く、その、大きな利益っていうのを作っていくことができるということです。だから東急カードっていうそのクレジットカードですよね、ポイントを付与することができるクレジットカードっていうのをもっと使っていく必要があると思います。まず一番目の前の直近では顧客商売価値ですよね、客単価×継続回数を高めるのにまず利用していくということです。だから、まあ、結局渋谷駅に訪れる330万人の利用者の人たちに東急グループの施設に訪れていただいて、東急グループの中で商品をお買い物していただいて、サービスを利用していただいて、だからお客様1人当たりの客単価×継続回数である顧客商売価値っていうのの最大化をまず目指すということですよね。もうこれはもう今すぐ目の前直近でやれることということです。そしてそれを顧客の決済データっていうのをいっぱい集めて収集して、まあ、それを、ね、膨大なデータ、ビッグデータにして、そしてそのビッグデータを AI に解析させていくということですよね。でそれで、まあ、結局お客様の、ね、傾向っていうのを 理解するということですよね。そのクレジットカードに紐付けて、例えば、ね、あるお客様は20代女性で、例えば東急デパート、東急百貨店ではこういったものをお買い物に
になった後にこういったもののサービスを利用してるみたいなのをどん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  AI に分析させていくということですよね。でそしてそので、結局その集めたデータって一番何に利用することができるかって言ったら、最終的には金融部門が最も大きな効果を持つんですよね。だから、まあ、東急グループの中に金融部門っていうのを作っていくということで、まあ、具体的には銀行とか証券とか保険っていうのをですね、まあ、作っていく。これは01で立ち上げなかったとしても、まあね、それこそ子会社とか関係会社っていう形で作っていって全然いいということですよね。そして、まあ、直近は東急ポイントですね。で、まあ、将来的には東急コインっていう形で、まあ、実際独自仮想通貨を発行し、その、まあ、で東急コインの、まあ、預金ですよね、まあ、結局そのデータとしてインターネット上に、まあ、ずっと預けっぱなしにしておいていただく、わけです。そして、まあ、お買い物の時に、まあ、必要に応じてこう、ね、東急コインっていうのを貸し出すっていうことですよね。でこの預金と貸し出しっていうのが連鎖、が起きると、まあ、結局、信用創造っていうことを、行っていくことができるわけです。要するに簡単に言えばその、市場規模、パイを大きくしていくことができるということですよね。まあ、ここまでやると、まあ、東急経済圏っていうのを構築することができるということです。今は、まあ、はっきり言って最初の1番目すら怪しい状態、です。顧客障害価値、客単価かける継続回数を高めるのにも、東急カードを積極的にね、なんかこう販売促進してるっていう感じが、全然こう見受けられないので、まずは目の前の直近の、まあ、1番目の顧客障害価値ですよね。だからとにかく渋谷の中には東急グループの商品サービスっていっぱいあるんで、それを、まあ、どれをお買い物いただいても、どのサービスを受けていただいても全部ポイントが貯まりますっていう形にまずは持っていくっていうことが一番最初ということです。そしたらだんだん決済データが貯まっていくんで、貯まったデータによって AI 分析して、で顧客の情報っていうのをたくさん抱えることができたら、お客様に対して予信をすることができる、信用を与えることができるんで、まあ、金融業ができるということですよね。そしたらその予信データを元にして最終的にはまあ銀行、っていう形で、まあ、預金貸し出しで信用創造して、その東急経済圏の市場規模パイっていうパイそのものを大きくしていくっていうことをやれるということです。ここまでまあ使うことができるということですよね、クレジットカードは。なので、まあ、東急の成長戦略ということで、まずは選択と集中で、もういろんな地域を、ね、開発していくんじゃなくて、とにかく渋谷を開発していきましょうということで、ね、それも本当に渋谷駅でいいわけですよ。渋谷駅直通でいくつもの施設をもう、ね、開発してるわけなので、まあ、とにかくそこを、ね、充実させて、まあ、回遊率とか集客率を上げていくということですね。まあ、なのでまず選択と集中で事業領域を絞りましょうということです。そして残った事業を有機的につなげて、ね、全部バラバラになってるわけですけど、結果的にはそれを、ね、東急カードっていうカードをうまく利用して有機的につなげて事業間で相乗効果を作るということです。でそうすれば利益率は上がるということですね。はい、結果、まあ、東急経済圏を構築することができているということです。で最終的にはもうね、これはちょっとかなり長期的な話になりますけれども、フルデジタルツインっていうのを、まあ、目指していくっていうのが、まあ、今からの、まあね、考え方ということですよね。このデジタルツインという考え方っていうのが、まあ、今から一番大きな、まあ、ビジョンっていうのを作っていく、考え方になります。でデジタルツインって考え何なんですかって言ったら、これはリアルとネットを鏡の状態にするっていうことが、デジタルツインっていう考え方なんですね。だからネットの鏡の裏が、リアルで、リアルの鏡の裏がネットみたいな感じで、こう鏡写しにして常にこう、ね、状態を同じにしていくっていう感じです。だから、まあ、例えばリアルの情報がもう即、ね、ネットに、同期されて、でネットの情報が即リアルにフィードバックされるっていう、こう、もう本当にこう鏡写しの、リアルとネットが鏡写しの、なんかこうリアルを、ね、そのままこう鏡に写したらネットに投影されました、ネットを、そのまま鏡に写したらリアルに投影されましたっていう形で、リアルとネットを鏡写しにするっていう考え方をデジタルツインっていう考え方を言ってるんですけど、最終的にはこの状態っていうのを目指すと、まあ、一番大きなビジョンを実現していくことができるということですよね。だからネットはネット、リアルはリアルってこう切り離すんじゃなくて、ね、リアルの鏡がネットで、ネットの鏡がリアルっていう状態まで持っていくと、まあ、フルデジタルツインっていうのが実現できるということです。はい、すなわち、まあ、リアルを中心に構築できた東急経済圏ですよね。だ渋谷駅に、ね、世界で2番目に多い、ね、利用者330万人が集まってますと、その方々にいっぱい東急の
の施設に訪れていただいて、いっぱい東急の中で商品をお買い物いただいて、いっぱいサービスを利用していただくと。でそれでまあ東急経済圏ですよね、まあ、それを全部の東急のクレジットカードで決済していただいて、東急ポイントをいっぱい貯めていただくということです。そして全く同じ経済圏、今リアルに渋谷駅、それから渋谷駅周辺の東急の開発した施設を中心として、リアルに東急経済圏というのができているわけですけど、それをそのまんま鏡写しでネットに経済圏を作るということです。だから結局そのね、上にそのネット上にまたね、そう例えば東急ヒカリエとかね、そういったいろんな施設のまあサイトっていうのがあって、そのサイトのねをまとめたポータルサイトがあってみたいな。だからリアルの東急経済圏をネットのポータルサイトの上にまた鏡写しで経済圏を作るわけです。そしてその全く同じ経済圏がネット上にも構築して、そしてリアルとネットを同期させていくということです。だからリアルで常時ね、例えば東急百貨店なり東急スーパーなり、ね、東急ハンズなり、っていうので、お買い物をしていただきました。そしたらそのデータっていうのがどん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 ネット上に、まあ、送られていきますと。でネットの方には人工知能があるんで、その人工知能がどん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 、常時24時間365日で、情報収集、そして情報の分析解析をしますと。そしてもっとこういうふうにした方がもっといいということであれば、その人工知能から随時リアルの方にね、情報がフィードバックされていくということですよね。でその人工知能が提案した改善提案を、まあ、リアルで受けて、それでリアルでまた改善して、で改善したデータっていうのをまたネットに送ってっていうのをずっとこう鏡写しでやり続けていくという考え方ですね、まあ、これがフルデジタルツインっていう考え方です。はい、ということで、まあ、フルデジタルツインですね、まあ、リアル経済圏の情報を常時ネットに送っていきますと。でネット経済圏にて情報収集分析改善提案をする、まあ、これはもうね人工知能が、やっていくということになりますけれども、まあ、そして常時、その人工知能の解析結果とか、人工知能によるおすすめですよね、フィードバックっていうのをリアルに還元し続けますということです。そしてリアルとネットの境目を曖昧にして、リアルとネット双方で顧客障害価値の最大化を24時間365日でやっていくということですよね。まあ、ここはさすがにちょっと時間がかかると思うんですよね。まあ、それこそ2030年とか、っていうところが、まあ、一つの目安になってくると思うので、まあ、ここ1年2年でここまでいけるっていうことではないかもしれないんですけど、最終的にはそういうビジョンっていうのを、まあ、実現していくっていう方向性が大事だと思います。はい、そうすれば、まあ、東急は利益率の向上という経営課題を解決しながら、まあ、将来も持続的に大きく成長していくことができると考えます。はい、ということで今回は東急ですね、成長戦略はということで考えてきましたけれども、まあ、結論は東急経済圏を構築すると。最後にお知らせを1点させてください。あと4日後の6月16日水曜日19時に新プロジェクトを LINE 限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるという場合は、この機会に説明欄より LINE をフォローしておいてください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。